運んできました。ストークでーす。よし、ということで進んでいこう。あ、場所線入れてない。あそこに光って見えるのもしかして鏡じゃないかしら。残念だな、お嬢さん。光っていたら私の武器だ。鏡のかけら持っているポケットの中だ。持っていない、早く出した方が身のためだぞ。威勢のいいやつだ。少し殺しめてやろう。アスバラン突撃フライデッキフライ。あれ、私ターン終了したら間違えたよ、もしかして。違う、ハヤテか。ハヤテか、あれ。一瞬焦った。なんかミスったって思って。いやー、これきついなー。初手手札が事故ってるなー。手札事故るときついなー。これカードのサーチがないから。カードサーチあるんだけど、サーチする部分がマジで少ないから。あー、どうしよう。うわ、きつー、きつすぎる、きつすぎる。僕は魔法使い。カウンターを出すしかないよな。でもカウンター20だしな。だいぶきついこの手札。どうしようかな。いや、先にこれ出すのは失敗だったかな、もしかしたら。いやー、失敗な気がする。フレイムゴールド出すと失敗だな。逆にドラえもんから出していけばよかった。なんだあれ。平等爆弾って何。あ、パワー減らすやつ相手なの。一旦だけ。え、全部あ、違う。これ強いんかな、平等爆弾。そんな強い感じせんもんだけど。でもこのターン攻撃力ゼロにできる。やば、ちょっと待って。え、なんか攻撃受けんでよくってか。ゼロですよ、パワー。その辺ストークさんがちゃんとしてるし、面白い過去に。ありがとうございます。ありがとうございます。マジあれ、へこみようが強いんだよ。だから好きにやればいいよ。確かにそれが一番。え、これどうしよっかな。微妙なんだよな。これでとりあえずイオムチ倒せるか。
ドラで、あ、30。あのなんか普通の悪魔倒せんのきついわ。これきつい。なんかこれしくった気がするな、ほんと。しくったん、熱い。ダメって言うんならしょうがない。ダメって言う人はちょっとやばいと思うけど、逆にね。甘いな。大丈夫だぜ、私もいろいろ問題はある。体ボロボロじゃん。病気でボロボロよ。これは完全にお姉に目覚めるしかないかもしれない。タクヤさんどうする？ちょっと一緒におでん目指す。あー、これやばい、これちょっとやばい、ガチでやばいぞ。カウンター入るけどな。でも20なんだよね、カウンター。あれ、やられてない、違う、やられてない、どうしよう。ゼロにならんよね。それはノーセンキュー。振られたじゃん、どうしてくれるん、それどうしてくれるん。コストマイナスで確かにゼロにならんじゃないよな。取り寄せバックで何も寄ってこようかな。いや、壁が欲しいな、鉄壁の盾やな。あ、魔法使えるよこれ。あ、よし、オッケー、これででかい。で、コストまだ2あるからチーム作って、お、ポンクフード30回復。別に男でも女でもお姉でも何も変わらない。いや、逆に男も女性も男も兼任しとるお姉っていうのは全てを手に入れるかもしれん。全てを手に入れる可能性があるんだぜ。じゃあ手に入れるしかないだろうなあ。アイウォーモンハンみたいなやつで、アイウォーってモンハン言うの。これは返せるか。オッケーオッケー、ブロックで返せた。いや、貫きアタック、それめんどくさいな。炎の首倒しパワーアップか。倒せるけどってとこだね。100、60ダメージか。え、それはないだろう。いや、わからんよ。その、わかる、その達人の境地に入らないと手に入れないことはいろいろある。悪魔の隠し玉、火の卵、突き抜ける槍、相手のカードに攻撃する、相手のダメージ。あ、突き抜ける槍強いな、これ。いや、バランス崩れそうだな。俺が出せって言ったらすぐ出せなきゃダメじゃんか。お見せしました。鏡はここに。狙われた鏡ですの、割られたナルティアデスの鏡よね。動揺しを取る。間違いない。これで鏡のかけらが全部揃ったぞ。復元光線。これで割れた鏡を元戻そう。すげえ、鏡が元にくっついたぞ。わーい、これを持って、魔女ウィッチのところに行こう。